はい、こんにちは。今日はですね、こちらを見つけたんです。ラブライブシールウェハースですね。前までですね、こちらカードが、メインだったんですけど、今回、シールのバージョンを、ね、買ってきました。それでですね、今回5つ、買ってきましたので、開けていきたいと思います。シールラインナップっていうね、ノーマル、メタル、ホログラム、レアというのがあるらしいんですね。まあ、レアというぐらいだから、ホログラムレアが一番いいんでしょうけど。さ、じゃあ、1個ずつ上げていきます。ウェハーだね、これ。レビューしたいんですけどね、まあ、開けたらこれ、すぐ食べなきゃいけないんでね、なかなか一気に上げられないですね。押したら1枚目いきましょう。はい、3、2、1、ドン。2個で、お、なんか、金ピカになってるけど、ナンバー18。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。いまいちわかんねえ。いまいちわかんないっす。このナンバーがいいもんなのかどうなのか。だけど、これミュージックスターだよな。あ、なるほど、そういうことか。あ、はいはい、意味がわかりましたよ。これですね。全部、これが、なんていうんだ、これ。この順番になってるんですね。あ、そうだ。全27種。なんで、全23種類で、プラス3種類の、衣装をかける9人。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そうですね。この全27種の、それこのプラス9っていうのがレアなんですね。あ、そういうことか。まあ、残念ながらこのプラス9種の中のどれか。さあ、いくぞ。行くぜ。めめ、ドン。すげえ、ピカピカ。これがさ、ホログラムレアなのか？これメタルか？少女のぞみの、バスじゃない、奇跡バージョンだから、多分、これがホログラムレアなんですね。さあ、次行きましょう。はい、3、2、1、ほい。これは花代ちゃんですね。いまだにこういうのお約束を、締めの凛ちゃんも来ないというお約束が続いているわけですね。はい、4枚目。はい、もう前振りなしでのドン。うみちゃんの、来た。来ましたよ。うみちゃんのメタリック。これはホログラムレアですね。やった、ワンダフルラッシュバージョン。今のところホログラムレアが、全部で2種類ですね。はい、3、2、1、ドン。ほのかの通常バージョン。はい。というわけで、今回はですね、ホログラムレア2枚、通常バージョンが3枚という結果になりました。はい。というわけで、またこういう、この商品見つけたら買ってリベンジしたいと思います。そうしましたら、今回はこれで動画を終わります。それではまたお会いいたしましょう。せい。あれ？切れない。